岡田忠彦は、日本の官僚、政治家、衆議院議員。第35代衆議院議長。岡山県出身。岡山藩一門池大が守る元家臣の岡田、近平の長男として生まれる。宗教は、黒住教。岡山中学、一校を経て、1903年、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業、寛解に入り、 低身省鉄道初期となる。その後内務省に移り1906年、静岡県事務官、1915年、東京府内務部長、1916年、埼玉県知事、1921年長野県知事、1922年、熊本県知事。その間奈良県警察部長、山口県警察部長、熊本県警察部長、警保局警務部長、 長崎県内務部長等も歴任。1923年内務省警法局長に就任するが虎ノ門事件で隕石辞職。1924年に東京市高級助役となるが退官し、同年の第15回衆議院議員総選挙に無所属で出馬主発当選以降通算8回衆議院議員総選挙に当選した。 当選後は中世クラブに所属したが1925年に中世クラブ右派と革新クラブ右派が立憲声優会に合同したのに伴い声優会に入党。岡田と同時に声優会に入党した犬飼武史直系の政治家となった。1927年声優会の総務に就任。犬飼が5.15事件によって暗殺されると、久原久之助と行動を共にするようになり、 クハラ同様新軍派の政治家となった。1936年衆議院副議長に就任、1939年の政友会分裂に、際しては、クハラや鳩山一郎らと共に政党派に所属し、政党派の幹事長に就任した。政友会政党派内は、鳩山、三辻忠蔵、安藤摩擦未来はゆる鳩山系の議員が多かったが、岡田は、西村茂雄、 つくも国理、ひだたくじ、東条ただし、松浦伊平らと共に、くはら系の議員とみなされた。政党解消後は、翼山議員同盟に、所属、1942年の第21回衆議院議員総選挙には、翼山政治体制協議会の推薦候補として、立候補し当選している。当選後の5月25日に、第35代衆議院議長に就任し、 帝国議会の戦時協力体制化を果たした。また、翌3政治会、大日本政治会に所属し、終戦を取り決めた鈴木貫太郎内閣では非正解を代表して、厚生大臣に就任した。終戦後は、旧正友会政党派の大半を占める鳩山系の議員が決闘に参加した日本自由党にも、大日本政治会を母体としながらも、正誘会政党派の議員が、 鳩山系、久原系ともにほとんど決闘に参加しなかった日本、新歩党にも参加せず、西村、つくも、日田、東条、松浦ら旧正誘拐政党花井の他の久原系の議員とともに院内会派、無所属クラブの結成に参加した。だが、翌3選挙で推薦候補だったため公職追放された。追放解除後の1952年、 日本再建連盟の顧問に名を連ねたが、間もなく、同連盟を離れ同年の総選挙で自由党の公認で立候補し、当選、政界に復帰した。だが、翌1953年総選挙で落選し、政界から引退。1958年10月30日、80歳にて死亡。弟の岡田兼義も北海道庁長官。 北海道開発庁事務次官を経て、兄、忠彦の政界引退後に、後継者として1955年の総選挙に、自由党公認で出馬したが落選。その後北海道東北開発候補理事から、副総裁を歴任した。建築家の岡田真一は老い、詩人、美術評論家の岡田隆彦は孫にあたる。犬飼は革新クラブの中心人物であった。また、 岡田と犬飼は共に岡山県出身である。聖遊会分裂時に、聖遊会政党派に所属した議員で戦後、新歩党決闘に参加した者は、飯野森江、中井和夫、西川定一、頼光吉明、高畠亀太郎、三好信房、綾部健太郎の7名のみである。なお新歩党決闘には参加しなかったものの、三土中蔵も戦後は新歩党と連携し、 新歩党が与党となった、市出原内閣にも入閣した。AB 歴史が眠る玉霊園、岡田忠彦第88、89回、帝国議会貴族院、衆議院解説、戦時議会士、538ページから539ページ、岸信介の回想92ページ、官報第5654号、助人及び、 事例1945年11月15日、ありがとうございます。